はい、日本ダービーは、ね、終わりましたけれども、東京コースではまだまだね、G1 レースがありますということで、今週は安田記念なんですが、立冬で追い切った馬の話、例によってですね、毎度おなじみの、高木切り診断ということで、今回はゆっこトラックマンと、翔太トラックマンに来ていただきました。まあ、コース組というよりもここは反路組を喋っていただいた方が、反路組がまず結構少ないですね。まあ、まずね、全体に少ないですね、はい、フルゲートにね、うん、ない感じでね、はい、うん、まずじゃあ反路から、はい、時計と動きを合わせて一番良かったのはやっぱリアルスティールじゃないかな。先週はちょっともうちょっとやりたかったのにやれなかった、コースやれなかったっていうね分が、このどういう風に調整してくるかと思ったら、やっぱり反路でね、しっかりと走る相手をまずね、兄弟なんだけどね、相手はラングレーだから兄弟と合わせるっていうこと、実際は、ラングレーが馬ないのままで、リアルステイっていうのは一ハロンだけしっかりこう追われて、先着っていう形だけど、まあ、見た目よりだいぶ時計が早かったね、50秒8でラスト12秒フラットなんでね、それだけやっぱり漢方、まあ、関節の可動域も広いし漢方も大きくなってるなっていう印象だし、最後苦しかったら上体がこう浮いてくるところ全くもう下へ潜るような感じで伸びてるんで、かなり腰回りとかつなぎの強さなんかもあるし、全くこう海外明けっていう割引はいらないと思います。元気いっぱいというか、なんか堂々としてきたかなっていう印象なんですね。ちょっとスピード感も結構ある感じで、距離はむしろこれぐらいなんか短くなりますけど、それをなんか示すぐらいのスピード感っていうかですよね、リアルスピードで、ストライドが大きいのにラップが速いっていう一番いいパターンじゃないかなと思うんだけどね、これだったらマイルにも対応できるかな、はい、まあ、ジョッキーもなんかコーナーリングがあんまり上手くないから、ターンが少ない方が逆にいいみたいな、ね、いわゆるね、ワンターンの東京コースね、はい、その次に言ったらもうフィールとダノンシャークは迷うとこだけどね、ダノンシャークは良かったね、やっぱり思うように調整できてると思う、体をきちんとこう膨らまして戻ってきてるから、一周前多分コースも前かなり良かったですね、はい、でそれで投手はもうちょっと余裕を持った調整ができるっていうパターンで、まあ、馬なりでスッとこう抜いて先着っていう感じ、なんかこうやっぱりリープの子は牝馬も牡馬も問わず成長力っていうのがあるから、まあ、8歳でも侮れないなっていう、そうですね、気配はそういう風に見えたね。まあ、もちろんフィエロなんかもね、馬体がやっぱり良くなってきたね。この馬面白いよね、普通の馬って1ヶ月かけて体がどんどんこう筋肉って良くなるのに、一周、最後の1周ぐらいでお尻がボーンってなるね、一気に。そう、人でもそういうタイプいるよねいきなり良くなる人と、じわじわかけてこう、なんとなく、コツコツ絞れたっていう人もいるからね、だからなんか急激にこう体は良くなって、選手見た時よりずいぶんこう体はいいなと思って、まあ、平尿平尿なんだけど、追走平尿っていう形だし、はいはいはい、気合も乗ってきてると思います。このちょっとあとはもうクラレンとレッドアリオン兄弟がまた出てますけどこれはもう今回はレッドアリオンの方がやっぱり本来の姿に、ただやっぱりレッドアリオン馬なりでこう先着して時計も出てるけど、首がやっぱり使わないもんね、もうちょい首が柔らかいといいなって思うんだけどね、そこだけがなかなか G1 を勝てないとこじゃないかなって思います。時計は出しますけどね、毎回やっぱりね、足っていうか強いんだよね、この下半身がね、だから首が動かない状態でももうすごい回転足で綺麗にこう、タイミングが合ってきたらものすごくいいんじゃないかなと思うんだけども、それはもう持って生まれたもんだから変わらないと思いますね。反路が結構、先週も結局反路で起きたマカヒキとかエアスピネルっていうのが結構放送してて、やっぱり速い馬場に対応するスピードっていうのは結構反路は良さそうなんですけど、じゃあコース、まあ、じゃあそれにも勝る今がいるんじゃないの、はい、里のアラジンですね、これも、はい、言いましたけど、これはもう本当に朝一番で追い切ったんですけど、本当に何て言うんですか、一瞬の加速力というか、追走する形だったんですけど、取り付く足っていうのが非常にスムーズで、まあ、全く追ってないんですけど、馬も加速を全然今まで以上の
足は見せていたので、でこれ合わせたら相手もちょっと最後詰め寄られてるんですけど、相手も里のノブレスだったので、まあ、それを考えるとかなりあのこの馬の能力を示す走りだったなっていう。それで姉妹11秒7を出してるんで、まあ、でもちょっと不安だったのがその追われてから、まあ、ゴール後のあたりの勢いがあんまりついてなかったんですよね。やっぱり前に取り付く足っていうのはやっぱ すごいものあるんですけど、まあ、そこからどれだけちょっと、ね、持続する足があるかっていうところはちょっと不安かなっていうところはありましたけど、あの本当に体を見てもちょっと腰にちゃんと力入ってきてますし、まあ、本格化というか、まあ、このディープストームキャットっていうのは結構やっぱり成長力というか爆発するときにすごい血統なので、もしかしたらあの今はもう完成かなり、まあ、重賞も勝ちましたしの域に達してるんじゃないかなっていうところは出てきましたね、はい、結構成長が遅くてやっぱりあの腰に疲れ、背中と腰にすごい疲れが残ったタイプだった。今あの先生のコメントにあったのが面白いのは背中を押しても痛がらない、ほんと馬ってこう痛いとこ押したらすぐにグッて反応するんだけど、もうそこを押しても痛がらないからやっぱり体質でも全然も違うっていう、そういうところも含めたら今年は勝負になるっていうのね。です体的にはそんな感じ、ね、いやそれをなんか象徴するかのような走りがやっぱり、はい、今体と走りがマッチしたっていう感じですよね、うん、はい、なんでちょっと爆発した時はやっぱりこう強い血統なんで、それのちょっと前触れ的なパフォーマンスがあったなっていう気づけよみたいな一瞬でスパッとちょっとぶち抜ける可能性はありそうだなっていう、うん、もう抜群の手応えでしたね、うん、足さばきと、はい、相手がモーリスだからね。いや、そっちも、はい、いますからね、まあ、特にそこですよね、この辺りがね、どうなのかだと、モーリスって感じ、東京競馬場でね、調整ということで、でも、アラジンも左回り結構実績あって、モーリスって確かそんなに左回りって勝ってないはずだから、スクリーンヒーロー3区がそんなに勝ってない、そうだよね、勝ってないと思うんで、そこでもちょっとあのもしかしたら、うん、そうですよね、向こうはね東京競馬と着地点出てなかったっていうのもあるし、まあ、これで負けたらちょっとやっぱり体がもうモーリスはもうボボって嬉しいことじゃないかな、ね、その辺含めてちょっと注目のレースかなと思いますけど、まあ関西馬ね、なんとかちょっとそれ目指してますよというね、だって目指してますよ、まあいますんで、馬券的にもちょっとね興味が出てくるかなという感じも少しありますが、まあどうなりますやらということで、まあ調教情報はまあこの辺りで締めさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。